本日は常磐系ダムにようこそいらっしゃいました。ただいまからダムについての説明をいたします。常磐系は温泉をはじめとして豊かな自然に恵まれた保養地です。森林や渓谷には100種類以上の野鳥が生息し、リスやキタキツネも姿を見せます。小樽内川では釣りを楽しむことができ、古天狗岳などの山々は